どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、ANA マイルが貯まるクレジットカード2024年度版ということで、動画ね、やっていきたいなと思います。ということで、先日ね、こちらの ANA のね、クレジットカードまとめ2024年度版をね、出させていただいたわけなんですけども、今回の動画では ANA だけのね、クレジットカードではなくてですね、もう全部ね、ひっくるめて ANA マイルが貯まるね、クレジットカードおすすめをですね、紹介ね、していきたいなと思いますので、これからね、ANA マイルを貯めたいっていう方で、クレジットカード迷ってる方はですね、ぜひね、参考にしていただければなと思います。それではまずですね、一番最初にお勧めさせていただくのは ANA JCB ワイドゴールドカードになります。こちらね、 SFC もありますけども、どちらもね、基本的にこの今のね、 ANA のクレジットカードの中で、お勧めさせていただいているのはゴールドカードだとね、こちらになります。で、年会費がですね、15,400円、スマリボ利用していただくと5,000円減額で、家族カードが4,400円で、基本還元率は 1%、 ANA マイル還元率も 1% 還元ですね。で、最大 ANA マイル還元率ということで、前年300万円利用していただくと、このね、 JCB のクレジットカードっていうのはスターメンバープログラムっていうね、前年のね、利用額に応じてプラスのね、ボーナスポイントをもらえるね、プログラムがあるんですけども、前年300万円利用していただくと、ボーナスポイントをもらえて、それをね、考慮すると ANA マイル還元率は 1.075% 還元っていう風になります。で、 ANA の決済還元ということで、 ANA のね、航空券とか購入していただくと 2% ということで、100円で2マイルが貯まります。で、貯まるポイントはオキドキポイント、入会継続ボーナスマイルは2,000マイル、搭乗ボーナスマイルは 25% 増量、旅行保険は国内、海外、自動付帯ということで、こちらもね、非常におすすめポイントです。で、空港ラウンジはクレジットカードね、ゴールドカードなので利用することができて、国際ブランド JCB 発行元も JCB っていう風になります。このね、ANA JCB ワイドゴールドカードのおすすめポイントなんですけれども、まず年会費が15,400円かかる。結構高いですよね。高いんですけども、JCB のスマリボを登録していただいて、一回ね、利用していただくと5,000円減額してもらえるんですよね。こちら2年目以降からね、利用可能になるわけなんですけども、このスマリボね、何がいいかというと、登録しますよね。で、リボ払いって手数料かかるじゃないですか。なんですけども、このスマリボっていうのはですね、5,000円と1万円でね、標準コースとゆとりコースだったかな。まあ、選ぶことができて、まあ、5,000円に設定しますよね。スマリボを。そうすると、5,000円以上ね、利用していただくと、手数料がね、発生するわけなんですけども、こちらね、スマリボを登録して5,000円で設定しました。で、ジュース150円の1本買います。それだけで、年会費割引受けれるんですよね。そうなんです。こちらね、スマリボね、5,000円1万円ね、決めていただくんですけども、これをね、上回らなければ手数料かかんないんですよね。にもかかわらず、登録とね、普通にね、一回利用していただければ、5,000円割引いてくれるっていう風になりますんで、ゴールドカードにもかかわらず14,000円でね、維持することができるっていう風になるんですよね。もちろんね、メインカードでガンガン使うっていう方はですね、繰上げ返済とかね、必要になるわけなんですけども、 SFC 始動するだけとかね、そういう方はですね、こちらのカードね、利用していただくのね、非常におすすめです。で、もう一つのね、おすすめポイントはやはりね、こちらなんですよね。旅行保険ですよね。この JCB のね、プロパーのカードっていうのは、もうね、海外旅行保険とかね、利用付帯になってね、ザ・クラスとかね、非常に高い年会費のクレジットカードでも、この JCB っていうのは旅行保険ね、自動付帯じゃなくて利用付帯にしてるんですけども、ANA のゴールドカードはですね、対象外になっておりまして、国内外自動付帯で利用することができるっていう風になるんですよね。まあ、先日ね、羽田空港で事故ありましたよね。やはりね、飛行機乗る機会が多い方はですね、自動付帯ね、入っといた方が本当にいいなっていう風にね、私は痛感しましたので、私もね、こちら、今 SFC の一般カードを使ってるんですけども、ちょっとできるだけ早めにね、ゴールドカードに切り替えたいななんていう風に思っておりますので、やはりね、私のチャンネル見てる方はね、飛行機乗る機会多いと思いますので、ぜひね、この、国内外ね、どちらも、自動付帯でね、利用することができるっていう風になりますんで、このね、自動付帯何でもいいんですけどね、ぜひね、保有しといていただければなと思います。やはりね、起こってからじゃないとね、こういった保険の必要性ってわかんないと思いますので、まあ、私はね、結構衝撃だったんでね、ぜひ、自動付帯で持ってない方はですね、1枚ね、持っておくことをお勧めさせていただきます。で、このね、下のね、こちらのルートなんですけども、これ何ですかっていうところなんですけども、このね、JCB のクレジットカードっていうのは基本的にチャージとかでね、ポイントがもらえないんですよね。
ですので、このね、ルート、記載させていただいたんですけども、このルートをお勧めさせていただくのは、ANA ライフソリューションとかで、ANA のね、決済額、積み上げている方はですね、このルート組んでいただくと、ANA カードでキャッシュにチャージして、ANA カードを使ってますよね。で、ANA Pay を使っていただくことによって、ダブルでカウントが入るっていう風になりますんで、もしね、ライフソリューションで利用されている方は、こちらね、ぜひ覚えておいてください。これだとね、マイル取れないんですけども、このまま直接チャージするとね、マイル取れたりするんですけども、まあ、こっからここにね、チャージすると、このライフソリューションの決済額対象外なんですけども、このルートを組めばね、対象になりますので、ぜひね、覚えておいてください。で、またですね、このクレジットカードね、これから発行されたいっていう方は、ぜひポイントサイト経由でね、発行をお勧めしております。私ね、ポイントインカムから特別 URL ね、いただきまして、概要欄にね、URL 載せておきますんで、そちら経由で発行していただくと、4000分のポイントもらえるっていう風になりますんで、こちらはね、現金にもできまして、ANA マイル、JAL マイルにも交換することができるっていう風になりますんで、カード発行するだけでね、このポイントもらえるっていう風になりますんで、ぜひ概要欄の URL からですね、発行ねしていただければなと思います。それでは次にお勧めさせていただくのは ANA ビザプラチナプレミアムクレジットカードですね。こちらのクレジットカードは ANA マイルも還元率で高く維持したい、またねプライオリティパスも維持したい、で年会費はそんなに気にしないっていう方にお勧めできるねクレジットカードっていう風になります。なんで年会費をっていう話なんですけども、このクレジットカードね、還元率が ANA マイル還元率で 1.5% 還元ということで、どこで利用していただいてもですね、100円で 1.5 マイル貯まるね、すごいね還元率の高いクレジットカードなんですけども、年会費が 88,000 ということで非常に高いんですよね。でまたね ANA Pay 経由でね決済していただければ ANA マイル還元率で 2% 還元取れるっていう風になりますので、還元率はね高いんですけども年会費も高いっていうねクレジットカードになります。で、年会費が 88,000 ですね。で家族カード 4,400円、 ANA マイル還元率どこでも 1.5% 還元、 ANA マイル最大還元率は ANA Pay 経由していただくと 2% 還元です。で ANA の航空券購入する際は100円で 3.5 マイルが貯まります。で、貯まるポイントは V ポイント、ANA マイル移行ポイントが貯まります。で、入会の継続ボーナスマイルということで、発行していただくだけで1万マイル。継続していただくと、さらに1万マイルがね、毎年もらえるっていうクレジットカードになります。で、搭乗ボーナスマイルは 50%、海外旅行保険は自動付帯っていう風になります。で、空港ラウンジがカードラウンジ利用することができて、このね、ANA のプラチナプレミアムカードだけ、ANA ラウンジがね、利用することができます。こちらね、国内のみにはなりますけども、SFC 使用せずですね、ANA のラウンジね、利用することがね、国内のみにはなりますけども、利用することができますんで、非常に強いですよね。ですので、SFC 使用したくないけど、国内のラウンジ使いたいっていう方は、こちらのカードね、非常におすすめです。で、プラチナコンシェルジュということで、こちらプラチナカードなんでね、コンシェルジュも利用することができて、プライオリティパスも無制限のプレステージ会員で利用することができるっていう風になります。で、こちら発行元は三井住友カードという風になりまして、国際ブランドね、ANA のクレジットカードにはビザ、マスター、JCB とかね、いろいろありますけども、プラチナプレミアムカードは、マスターカードブランドがね、ございませんので、この点は覚えておいてください。で、チャージルートなんですけども、こちらね、ANA Pay 経由していただくとね、最大 2% 還元が取れて、またね、ANA Pay から、このね、トヨタウォレットを経由することによって、さらに 1% 上乗せできるっていう風になりますんで、一応このルートも覚えておいてください。まあ、めんどくさい方はやんなくてもね、いいと思うんですけども、このね、ANA Pay そのまま使ってもいいですし、トヨタウォレットに経由して 1% 上乗せしてもいいですし、このね、ANA Pay からそのまま直接ね、モバイルスイカとかもね、チャージすることができますので、まあ、こちらね、ANA Pay まで行って利用していただければ、100円で2マイルね、貯まるっていう風になりますんで、こちらもね、還元率が非常に高いですよね。それでは次に、T カードプライムですね。こちらのクレジットカードは、年会費を払いたくないよっていう方が非常におすすめのね、クレジットカードっていう風になります。年会費が初年度無料。前年利用があれば2年目以降も無料で維持することができます。何にもしないとね、1375円かかってきますので、この点は注意してください。で、家族カードはなし。基本還元率が 1% 還元で T ポイントが貯まります。で、日曜の利用分が 1.5% になるっていうね、
結構ね、珍しいクレジットカードなんですけども、日曜日に使っていただければ、どこで使っても 1.5% 還元が取れるクレジットカードっていう風になります。で、ANA マイルの最大還元率は、ANA Pay 経由で 1.55% 還元ということで、こちらね、AU Pay にチャージしていただいて、日曜日にね、そうすると 1.5% T ポイントが貯まります。で、70% で ANA マイルに交換することができますので、1.05% ANA マイル還元率。さらに ANA Pay 利用していただくと、チャージした後にね、利用していただくと ANA マイルね、0.5% 貯まるっていう風になりますんで、ANA マイル最大還元率は 1.55% 還元ということで、年会費無料で維持することができるクレジットカードですけども、還元率は 1.55% 還元ということで、非常に還元率が高いですよね。こちら ANA マイルの還元率ですかね。こちらがね、年会費無料のクレジットカードで利用することができるっていう風になりますんで、年会費をね、払いたくなくて、ANA マイルを貯めていきたいっていう方は非常におすすめです。で、この T ポイントね、ANA マイルに交換する方法は 70% と 50% があって、直接ね、T ポイント ANA マイルに交換するとね、50% っていう風になりますんで、そうするとね、ANA マイルの還元率は 1.25 になっちゃうんですけども、まあ、この 70% をね、ルートを組むと、こういった感じでですね、T ポイントから JR キューポ、JR キューポから永久不滅ポイントで ANA マイルということで、で、またね、カードが2つ必要になるっていう風になりますんで、まあ、ここはね、お好みになるわけなんですけども、ここから直でね、50% でも交換することができるっていう風になりますんで、こちらはね、お好みで利用していただければなと思います。まあ、年会費無料のね、クレジットカードで直交換でもね、ANA マイル還元率 1.25 でね、利用することができるっていう風になりますんで、非常にね、還元率は高いっていう風になりますんで、年会費払いたくない方はですね、非常におすすめです。で、こちらのクレジットカードね、まあ、無料のね、一般カードっていう風になりますんで、まあ、そんなにね、特典は多くないんですけども、一応ね、ツタヤの入会金、更新料金が無料になったり、ジェイズコンシェルジュっていうね、まあ、こちらは、まあ、テーマパークとかね、まあ、ジェイズコンシェルジュでね、くぐっていただければね、いろいろ対象点出てくると思うんですけども、水族館とかテーマパークとかね、まあ、そういったところの割引がね、利用することができるっていう風になります。まあ、クラブオフみたいな感じでイメージしていただくと、まあ、わかりやすいかなっていうところですかね。で、国際ブランドはマスターカード、発行元はジャックスカードっていう風になります。で、チャージルートの詳細なんですけども、こちらもね、まあ先ほどから何回も出ておりますけども、この ANA Pay にチャージした後ですね、トヨタウォレットね、利用していただければ 1% で上乗せできるっていう風になりますんで、まあ一応こちらはね、覚えておいてください。で、こちらのカードはですね、一番覚えておいてほしいのは、日曜日に利用していただかないとね、 1.5% 還元取れませんので、日曜日に ANA Pay にチャージしていただきます。で、 ANA Pay に残高を残した状態で、まあいろいろ使っていただくっていうのがね、おすすめっていう風になりますんで、このね、日曜日に使わないで平日に使ってしまうとね、1% 還元になってしまいますんで、この点は注意してください。で、これからね、T カードプライム発行されたい方は、ポイントサイトハピタス経由でね、発行するのがおすすめっていう風になります。概要欄にね、公式サイト載せておきますんで、そちらから利用していただければ、経由してね、発行していただくと、6000ポイントもらえるっていう風になりますんで、まあ、年会費無料のね、クレジットカードで、今ね、ちょっとね、ポイント下がっておりますんで、まあ、今すぐ発行しなくてもいいよっていう方は、もうちょっと様子見てもいいかもしれないですね。ちょっと前までね、8500とかね、9000とかまでね、あった時もあったんですけども、今はね、ちょっと6000までね、下がっておりますので、まあ、このタイミングはね、ちょっとこれ以上下がるか上がるかっていうのは私にもわかりませんので、一応ね、そんな感じで最近推移しておりますんで、この点はね、覚えておいていただいて、ぜひね、ポイントサイト経由でね、発行していただくと、このポイントもね、ANA マイル、JAL マイル、またね、マリオットポイントに交換することができるっていう風になりますんで、経由してね、発行していただければなと思います。それでは次に、私の動画でね、何回も出ているマリオットボンボイアメックスプレミアムカードですね。2023年メインカードでね、利用させていただいた、クレジットカードになるわけなんですけども、年会費が 49,500 円、家族カード1枚無料、2年目以降は 24,750 円。基本還元率は 1% 還元ということで、この表記は100円で3ポイント貯まるんですけども、3ポイント1マイルの交換率っていう風になりますので、こちらでね、記載させていただいております。で、マイル還元率はですね、6万ポイントマリオットボンボイポイントを貯めて交換していただくと、2万5000マイル、5000マイルのボーナスがね、つく、プログラムっていう風になっておりますので、
還元率は 1.25% 還元っていう風になります。こちらね、デルタ、ダイカン、アビアンカ、アメリカン、こちらに関しては、この5000マイルのボーナスは対象外っていう風になりますので、今申し上げた航空会社だけ 1% 還元、またね、ユナイテッド航空に関してはレートがあって 1.5% 還元のクレジットカードっていう風になります。こちらのカード自体はですね、2024年の版の徹底解説動画出させておりますので、まあ、そちらね、一度ご覧いただければなと思います。もっと詳しくやっておりますんでね。で、ホテルステータスがマリオットゴールドステータスがもらえて、更新するとマリオットの宿泊実績15泊分、カード決済額達成していただくと150万円以上で5万円の無料宿泊特典、またね、カード決済額特典ということで年間400万円の利用でマリオットのプラチナステータスがね、獲得することができます。で、海外旅行保険は利用付帯プロテクションはあり、タイの持つ高いサービスは成田、羽田、関空、中部、コモド国際ブランドはアメリカンエクスプレスということで、まあ、こちらのクレジットカードね、おすすめさせていただくのは、基本的に ANA マイルも JAL マイルもユナイテッド航空のマイルもシンガポール航空のマイルも、いろんなマイレージサービスありますけれども、いろんなマイルを貯められたい方、またね、マリオットボンボイポイントからしかね、交換することができないね、航空会社のマイルとかですね、そちらに交換したい方がおすすめのクレジットカードっていう風になります。 ANA マイルね、貯めるクレジットカードとしても、まあ、もちろんいいと思うんですけども、年会費が 49,500 円ということで、かなり年会費が高くなりましたよね。ですので、まあ、ここはね、懸念事項ではあるんですけども、まあ、いろんな航空会社のマイルに交換できるっていう点ではですね、もうこのマリオットボンボイアメックスプレミアムカードをね、超えるクレジットカードはないっていう風になりますんで、いろんな航空会社のマイル、ANA も含めてですね、貯められたいっていう方は非常にね、おすすめのクレジットカードっていう風になります。で、チャージルートなんですけども、まずこちら iPhone の方ですね、投資信託とかもね、経由して購入することができるっていう風になります。で、こちらのね、解説に関しては今までね、何度も取り扱っておりますので、まあ、詳しい話はね、いたしませんけども、利用されたいっていう方はスクショでもね、取って利用していただければなと思います。一応ね、こちら iPhone で、もう一つね、Android の方はね、こっちっていう風になりますんで、まあ、こちらもね、ぜひ利用していただければなと思います。一応ね、例で ANA Amex をマリオット出しておりますけれども、Amex のプロパーもヒルトンも Amex もね、利用することができるっていう風になりますんで、ぜひね、利用していただければなと思います。まあ、こちらね、キャッシュから ANA Pay で、ここからモバイルスイカとかもね、もちろん流せますし、まあ、こちらもね、au Pay から ANA Pay ね、流せるっていう風になりますんで、モバイルスイカにね、チャージされたい方はそちらからね、利用していただければなと思います。それでは次ですね、三井住友プラチナプリファードカードですね。こちらのクレジットカードはですね、2023年にこの V ポイントっていうのは T ポイントと統合交換できるようになったんですよね。で、またね、2024年の4月にですね、V ポイントと T ポイントは統合されて新しい V ポイントにね、変わるっていう風になりますんで、こちらね、 V ポイントが T ポイントに交換できるようになって、 ANA マイルをね、貯めるクレジットカードとしても非常におすすめのクレジットカードになりました。まずですね、年会費が 33,000 円かかります。で、家族カードは無料、基本還元率が 1% 還元、最大還元率が 2.5% 還元、 ANA マイル最大還元率が 1.75% 還元で、貯まるポイントは V ポイントですけれども、 T ポイントにもね、10日で交換することができます。で、このプラチナプリファードカードはですね、まず独自特典ということで、年間100万円ごとに1万ポイントもらえます。で、これが400万円までもらえるっていう風になりますんで、400万円までね、利用される方に非常におすすめのクレジットカードっていう風になります。で、2つ目ですね、 SBI 証券のクレカ積立 5% 還元ですよね。やはりこれがね、非常に強い特典っていう風になっておりまして、一月ね、5万円積み立てていただければ月で2500ポイントもらえて、年間3万ポイントが獲得することができるっていう風になります。このクレジットカードのクレカ積立で 5% 還元が取れるっていうのは、このプラチナプリファードとね、オリーブのプリチナプリファードしかないんですけども、非常に強いですよね。私はね、今オリーブのプラチナプリファード持っているんですけども、非常におすすめです。で、またね、スマホタッチ決済対象店 7% 還元ということで、こちらですよね、対象のコンビニ飲食店で最大 7% 還元ということで、スマートフォンにね、クレジットカードを登録していて、で、スマホのタッチ決済ね、利用していただければ、7% 還元で貯めることができるっていう風になるんですよね。で、対象店はね、こういった形になっておりまして、まあ、詳しいね、全部はね、こういった形、ちょっと見づらいんで、
皆さんね、各自でチェックしていただければなと思うんですけども、まあ、このね、お店が常にね、7% 還元で利用することができて、またね、V ポイントアッププログラムとかね、利用していただくと、最大 20% 還元とかにもなるんですよね。もちろんね、この 20% 還元までなるっていうのは、非常にハードルが高いんですけども、まあ私みたいにですね、大して利用してない方であってもですね、私ね、9% 還元まで利用することができているっていう風になりますんで、まあこちらはね、まあ7よりもうちょいね、上の還元率まで出せるのではないのかななんていう風に思いますので、このね、タッチ決済で対象店でね、還元率が上がるっていうのはね、非常に強いですよね。まあ、今回ね、いろんなクレジットカードを紹介させていただいておりますけども、この対象店だけはですね、ナンバーレスの一般カードでもいいんでね、まあ、サブカードで1個入れていただいて、まあ、一緒に利用していただければですね、ANA マイル還元率は 4.9% 還元という風になりますんで、ぜひね、こちら利用していただければなと思います。で、またですね、独自特典の方に戻りますけども、このクレジットカードね、外貨決済 3% 還元なんですよね。まあ、通常 1% 還元で、ボーナスポイント 2% ということで、まあ、合計 3% で取れるっていう風になりますので、このね、プラチナプリファードを持っている方は、まあ、基本的に外貨決済手数料ね、気にすることね、なく利用することができるっていう風になるんですよね。だいたいクレジットカードの外貨決済手数料って、まあ、2% ぐらいっていう風に言われておりますので、まあ、こちらね、2% 取られたとしても、プラス 1% っていう風になりますんで、まあ、こっち使った方がいいじゃんっていう風になるんですよね。まあ、私の動画でね、イディアとかレボリュートとかね、紹介させていただいておりますけども、まあ、そういうのもめんどくさい。で、こちらね、ビザブランドなんで、まあ、世界どこでもね、基本的に利用することができるかな、なんていう風に思いますので、これもね、非常に強いですよね。で、旅行保険は利用付帯。で、コンシェルジュも利用可能で、国際ブランドはビザのみで、三井住友カードがね、発行しているクレジットカードっていう風になります。で、チャージルートなんですけども、こちらね、先ほどから言っている通り、こちらに三井住友カードがね、発行しているクレジットカードっていう風になりますので、キャッシュにね、チャージしていただいて、またね、キャッシュで、ANA Pay にチャージしていただいて、ANA Pay で利用していただくと、最大還元率は 2.25% 還元っていう風になります。でですね、このね、最大還元率 2.5% 還元なんですけども、これの内訳なんですけども、まずね 1% が基本還元率ですよね。で、100万円ごとに 1% 還元っていう風になりますんで、 2% 還元ですよね。100万円までの利用が、まあ、400万円までですね。はい、毎100万円ごとにこちらもらえるんでね。で、400万円まで 2% 還元なんですけども、このクレジットカードはですね、三井住友カードで、プロパーのクレジットカードっていう風になりますんで、マイペースリブをね、利用していただいて、手数料ちょっとだけ払ってね、繰り上げ返済していただければ、0.5% V ポイントをもらえるプログラムがあるんですよね。こちら昔ね、ANA のクレジットカードとかも対象だったんですけども、今はね、もうプロパーしか対象じゃなくなってしまって、今はね、ANA カードとかではね、この技はね、利用することができないんですけども、プロパーはまだ利用することができるっていう風になりますんで、そちらで利用していただければですね、最大還元率は 2.5%、ANA マイル還元率は 1.75 っていう風になりますんで、非常に強いですよね。ぜひこちらね、利用していただければなと思います。このね、マイペースリボの技自体のね、動画は、以前ね、紹介してると思いますので、まあ、そちらね、概要欄に載せておきますんで、ぜひね、チェックしていただければなと思います。で、こちらのクレジットカードですね、前回ね、新規入会キャンペーンの動画を出したんですけども、そちらのキャンペーンがね、ちょっともう変わっておりまして、で、こちらはね、公式サイトになるわけなんですけども、このね、73,100 っていうのは結構ね、SBI 証券とかもね、利用している方はね、もらえなかったりするんで、まあ、基本的に狙えるのは、こちらの40万円利用で4万ポイント。で、またね、キャッシュレスプラン、増額キャンペーンということで、この2つがね、基本的に皆さん取れるかなっていうところですね。このキャッシュレスプランもですね、今までね、三井住友カードね、発行歴ある方はですね、もらえなかったりしますので、まあ基本はこっち、またね、このクレジットカードね、紹介して発行するとですね、さらにね、特典もらえるっていう風になりますんで、こちらの詳細に関しては、概要欄のね、LINE 公式アカウントから、三井ってコメントしていただくとですね、返信で、特典見れるようにしておきますので、そちらからね、ぜひチェックしていただければなと思います。で、こちらは発行していただいて、3ヶ月末までね、40万円利用していただければ4万ポイントがもらえて、
もう一つのね、このキャッシュレスプラン増量キャンペーンっていうのは、まずね、入会で 1000V ポイントがもらえて、さらに利用額の 10%、1万7000円相当の V ポイントプレゼントということで、こちらはカード入会月プラス2ヶ月後までにカード利用額に対して 10% 乗じた V ポイントもらえるっていう風になりますんで、10% のね、1万7000円が上限っていう風になりますんで、17万円利用していただくと、1万7000ポイントがね、もらえるっていう風になります。で、こちらね、先ほども言ったと思うんですけども、この指定一覧に入ってるクレジットカードを保有されている方はですね、対象外なんですよね。対象とならない条件ということで、下記のいずれかに当てはまる場合は対象となりません。2023年12月31日時点で弊社が指定するこちらですね、お持ちの方、2021年2月1日以降新規で弊社の指定するカード発行歴がある方ということで、こちらをね持ってる方、発行したことある方はですね、基本的にこの対、キャンペーンね、対象外っていう風になりますんで、まあ基本的にはね、こっちはね、プラチナプリファード発行歴なければね、もらえるっていう風になりますんで、まあこちらとね、紹介特典がもらえるっていう風になりますんで、あ、紹介特典もですね、LINE 公式アカウントの方でね、案内しておりますので、これから発行される方はですね、紹介 URL もらって発行していただくのがね、おすすめっていう風になります。はい、そんなところですかね。まあこちらのクレジットカードはですね、普通の三井住友プラチナプリファードなんで、三井住友銀行縛りとかもねないので、非常におすすめっていう風になります。やはりこのカードね、強いですよね。400万円まで 2% で使えて、で、クレカ積み立て 5% も使えて、タッチ決済 7% 還元も使えて、外貨決済も 3% なんで、全部ね、この1枚でね、利用することができるっていう風になりますんで、これでね、プライオリティパスさえついていればもっと最高なんですけどね、プライオリティパスだけないっていう感じですよね。ANA マイル還元率もね、やろうと思えば 2.25% 還元とかね、2% 買えるって本当にすごいですもんね。はい。ですんでね、ぜひこちら参考にしていただければなと思います。で、最後にですね、V ポイントのね、使い道も一応ね、紹介しておきたいなと思うんですけども、さっき、こちら今ナンバーレスですけどもね、プラチナプリファードもね、こちらと一緒になりまして、この V ポイントはですね、1ポイント、1V ポイントがね、T ポイントに交換ね、10日で交換することができます。ですので、70% ANA マイルにも交換することができますし、50% JAL マイルにも交換することができます。で、またね、先日ね、実際に泊まってきましたけども、こちらのクレジットカードがあれば、ホテルニューオータニのね、食事券や宿泊券にも交換することができますし、1ポイント2マイルにね、交換することができるっていう風になりますんで、まあこの V ポイントね、本当にいろんなところで今ね、利用することができるっていう風になりますんで、マイルにね、交換しなくてもですね、普通にね、カード利用額に充当とかもね、できてしまうっていう風になりますんで、非常にね、おすすめっていう風になります。はい、ということで今回ですね、ANA マイルが貯まるクレジットカードまとめ2024年の版やらせていただいたわけなんですけども、年会費をね、全く払いたくないっていう方はですね、T カードプライムがね、おすすめっていう風になりますし、全部ね、できるだけ1枚に済ませたいっていう方はですね、ANA ビザプラチナプレミアムか、三井住友プラチナプリファードがね、いいのではないのかななんていう風に思いますので、ぜひね、今回の動画参考にね、していただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、 LINE 公式アカウント、またね LINE 公式アカウントでプライオリティパスの付帯のクレジットカードのおすすめがわかる PP 診断、またポイントサイトの診断、マイル診断もねできるようになりましたので、ぜひこちらから利用ね、無料で利用することできますんでね、チェックしていただければなと思います。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。